ことってやっぱり疲れますよね。はい、そうですね。やっぱりっていうやっぱりベンチャーズってやっぱりこのテケテケサウンドね、なかなかよろしいですよね。やっぱりいいね、ベンチャーズは。でこのウォークドントランってやっぱりよろしいですよね。ベンチャーズかななんて思いますが、なんかちょっとカメラが入ってきたみたいですね。そうですね。はい。マサ、はい。ご挨拶を一つ。居酒屋ま、伊万里です。よろしくお願いします。小木の6丁目。いや、7丁目です。7丁目か。で、やってまーす。よろしく。ギブソンのギター弾き放題です。はい、そうですね。はい。はい、どうも。あ、どうもー。ドロコジ高丸でーす。この度はちょっと、所用によりですね。本当にダルシマの愛好会の皆さんの夜会に参加できず申し訳ございません。ではね、そこでわー披露しようと思ったねネタをね、ちょっと一ネタやってみたいんですけど、まあ、受ける受けないは別問題としましてやってみたいですか。まさに、はい、やって、どうぞやってください。いいですか。はい、はい、ではさせていただきます。えい、エナタイムセルフィー、あ、違うあ、レッド ETV じゃないご存知ですかね、アナとなんだらの女王を言ってね、何やったっけ、ユキ、アナしか僕覚えてないですけどね、ダルシマのね、大好きな皆さん、ね、アナありませんけどね、はい。ありのままのありはありのままのありはありのままだった。こんなんいかがでしょうか。全然面白くない。全く面白くない。面白くない。高丸失格。失格。失格。ということで急遽ネタを下がりまして、皆さん南州太郎さんという、まあ、昔 のギター漫談師っていうのが いらっしゃいましてですね、その方のちょっとネタをちょっとさせてもらいたいんですが、まあ最近ねカラオケっていうのはもう1億人もすごくもう歌ってますが、まあ歌いづらいこう歌もいっぱいありましてですね、例えば美空ひばりさんの「悲しい酒」とかね、ね、あれなんかすごく、まあ、皆さん歌いはるんやけどなかなかうまく歌えないっていうのがありましてね、まあそれをちょっと、まあやってみたいわけですから、かなりこれはね厳しいネタでございましてね、私も歌うの大変なんですが、その中から谷村新司さんのねスバルなんかね、これもなかなか難しい歌なんですよ。これは皆さん簡単に歌いはるけどね、非常に難しいですよ。めったにこの言う曲はやらないんですけどね。はい。まあそんな感じでね、ダルシマ同好会の皆さんには楽しんでいただいているのかなと思いつつですね、最後、牧真嗣さんの前に酒井真嗣さんやりましょうか。フラメンコね、オレオレフラメンコっていうのが、まあ、ギター漫画では有名な話なんですけどね、これをちょっとねやりましょうかね。オレオレオレ君君
僕のお父さん、ハムとソーセージが好きで、この前に土産にハムを買ったお父さん、激怒した。なんでか。皆さんわかります？なんでお父さん怒りはったか。ハム買ったから。お時間もこの辺でよろしいようでございまして、皆さん分かっていただけないでしょうか。どうのこじたかものでした。